こんばんは。よっ。ね、今週もまさかの野郎だけです。野郎です。皆さんの期待を大きく裏切って、はい、そう、誕生日をね、やろうとかって言ってたんですけどね、来週にしましょう。というわけでね、この番組はですね、毎週日曜日18時から1時間生放送で、麻布十番新一の橋高野ビル5階、カラオケは AZ からお送りしております。 AZ の本日も笑顔ちゃん、男ばっかりやな。そうだね。もうなんかね、あなたたちもあれですよ、チャットの皆さんもテンション上がってるかどうかわかりませんけど、こっちももうあれですよ、男ばっかりやからね、こういう感じですよね。ね、ほぼ喋んないっていう。番組として成立するのかというね。まあまあ本日2回目ですよ。今週もね、男ばかりで、お、DTK が明日19歳の誕生日。おめでとうございます。おめでとうございます。後でいじるわ、DTK。19歳になったらね、もういろんなことが。19歳っていろいろありますからね。毛が生え始めた頃ですよ。もう生えてますよ。もう生えてますよ。もう生えてますよ。はい、というわけで、この番組はですね、麻布十番のカラオケバイ Z のスタッフと、で毎週素敵なね、お客様をお迎えして、お送りしている番組なんですけれどもね、今週もですね、野郎スペシャル第2弾ということでね、はいはい、やっておりますけどもね、カルビがもうザックバラに行こうよってもう半分諦めてる。半分諦めてる。男しかできへんからしよう、じゃあみんなでね、今日ね。はい、ね、ユーストリーム系で生放送で1時間、行っておりますけれどもね、YouTube の方でもね、アーカイブの方も含めてね、放送しておりますので、YouTube をご覧の方もね、評価のところのね、いいねボタンをね、いいね、グッドボタン。グッドボタン。グッドボタンがあるんでね、それをポチッとね、押してください。ね、よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、毎週恒例なんで、自己紹介の方させていただきます。MC を務めております、よっちゃんです。どうも。盛り上がりがエゼザイルって言われた。エゼザイル、エゼザイル、エゼザイル。ネーミングセンスないぞ全吉。ね、はい、はい、一番向こうがね、はい、はい、エゼと店長の名前です。よっ、よっ、よっ。今日は機嫌が悪いんですかね。え、いや全然。今日はもうあれですよ、また朝からクルージングに行ってきたんでしょ。いや、もう寝ぶちです。え、行かなかったんですか、あんた。寝ぶっちです。寝ぶっちしたんですか。あんなになんか張り切ってね、行く前に、うっしゃ、うっしゃ、行くぞー、これから海やで、ちょうどハンマーがそれが一番イラッとする。海行きまんねー、行ってたじゃないですか。帰りもそんな、曲がりまんねー、まんねーなんて言ったら聞いたことある。おじいちゃんのやぶさやろ。ぶちかましたのかいなー、言うて言ってたぞ。悪い、何しないかのかい。はい、はい、はい、今週はね、元に戻りました、はい、大臣こと拓哉です。どうもーす。はい、なんかないですか。何があります、この、はい、戻しました、うん、はい、こっちの方がしっくりきますね、やっぱり。そうですか。はい、もうサングラスかけてる方がよう喋っちゃう。仕事中もかけとったから。ほんまや。そう、そのキャラで行ったらいいやん。仕事中ずっとこれですか。仕事中これですか。ずっとこれ。いや、面白いかもしれないですね。これでやります。逆に、いいですね、うん、今日じゃあ一回やってみましょう、うん、定着させちゃえな、はい、やっちゃいましょうね、これでというね、というわけで拓哉でした。はい。はい、あ、まああなたご自分で、はい、はい、酒と女は2号まで、翔太です。はい、ね、今日も綺麗に滑りますね。いや、もうこう落ち着きすらもう出てきてますね。滑ることに対して何にも、はい、何にも思わないっていう。かっこいいですね。全然大丈夫です。そうです。逆に受けた方がちょっと焦りますね。最近となっては。逆に。あれ受けてる。滑りの境地っていう世界にちょっと入って。笑わしてるんじゃない。じゃない。笑われてるんだ。
喋れ喋れてない大手編言うてるからね。というわけで以上の4人でね、はい、今週もお送りしたいと思います。はい、ね、まずチャットさんご紹介しましょう。はい、DTK2013 いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。カルビさんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ケイケイちゃんさんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ゼンキスさんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、ね、以上4名ということでね、はい、まだまだこれからいきますよ。あの皆さんね、チャットの方にもねどんどん参加していただいてね、今日はもう熱い話からね、しょうもない話までね、やっていきたいと思いますけどね。はい、はい、DTK さんね、本当に男同士の第2弾だやりますよ、うん、先週言いましたから。ういちゃんとか見てると思うけど、ういちゃんごめんね、あちこもねバースデーやろうって言ってたのにね、はい、そうですよね。まあまあまあ、バースデーもまあまあまあもう残り少ない。ボーイストークでいきましょう今日はね、カルビーさんね、はい、はい、そう DTK がさんが明日19歳、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。19歳か。19歳ってなんか19歳若いな。いや18歳ってまだ高校生じゃないですか。はいはい、うん、20歳って成人じゃないですか、うん、はい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 、の間の19歳のもどかしさってやっぱ経験してると思うんですけど、はいはい、あれ、いやいやいや、何すかもどかしさ、なんかもどかしくないですか、お酒とかも、うん、まあちょっと飲めないし、で僕さらに早生まれだったんですごいそういうの感じたんですよね、車の免許、まあ、19とも確か微妙な微妙なところじゃないですか、年やな、なんかもう早二十歳になれよみたいな、そうそうなんですよね、うん、DTK ごめんな。そんな1年になると思うわ、ね、そんな1年になると思うわ。19歳ってあの10年後ぐらいに振り返ってこの放送見てほしい。あ、俺そんな思ってたみたいな。ね、チャッターも男ばっかり、いやチャッターさんは今日ね、ケイちゃんさんが女の子でいますからね、そうですね、女の子、うん、ね、カルビさん合コンで女が全員帰った後の三次会でええやんっていう。あ、そんな感じね。そういうあのほんまそういう俺らさこういう仕事してるからさ、はい、見るじゃない。見ますね。コンパ終わりの男女のあれをね。はい、まあ、そういう話は後でしとこう。前吉さん苦悩の一年おめでとう。そうですね。カルビさん18禁でなくても OK ですね。ね、というわけでね、世の中、まあ、本当に今週はいろんなことがありましたけども、本当ですね、はい、ね、あの今日はね、ちょっといつもとスタイルを変えてね、まあ、せっかく男4人なんで、まあ、コーナーはね、ちょっと今日一旦置いといて、ね、ずっとトークでね、お送りしたいと思っております。で皆さんもね、なんかあのぜひあのトークテーマとかね、ありましたらね、どんどんチャットの方で、ね、あのいただければ、ね、それに沿ったトークをね、やっていきたいと思いますので、ね、ぜひよろしくお願いします。ね、そういうわけで、まあ、な今日面白い話が2つぐらいありましたよね。岩手県でチャブダ返しの世界大会が ありましたね。ありましたね。ね、はい、何ですか。岩手チャブダ返しの世界大会。発祥の地なんじゃないですか。チャブダ返し。チャブダ返し。あれやってたの有明でしたよ。あ、有明でした。有明じゃない。そうなん。そうなんや。で、あの何、鳥取県ではね、鬼太郎の下駄飛ばし大会。はい、ね。世界記録40何メートルです、ね、はい、まあまあ飛んでますね。まあまあ飛んでます、ね、40何メートル、40何メートルですね、まあ、今回ちょっと新記録は生まれなかったみたいですけど、ね、残念ながらね飛ばんやろそれ。ぜひ来年もね、来年は出していただきたいと思いますけど、はい、賞金5万円、賞金5万円ですね、鳥に、はい、安っ。経験飛ばして5万円だって、来年5万円結構それはそれでいいですよ。ねえ、日本は平和ですよ。そうですね、そうですね、こんだけ半日半日言われてるのに、でも怒ってるのに、ほんまに、いや、すごいっすね、これはね、皆さんね、これ今日はこの話をちょっと一発目にね、はい、したいと思いますけれどもね、はい、今半日やってるじゃないですか、中国でえらい暴動ね、テロ起こって、この辺あのちょっとね、あの直哉が詳しいのでね、この なんでこういう流れになってるのかっていうところちょっとざっくり説明してもらって、だいぶ怒ってますからね、いや、そんなに怒ってない。あ、そんなことないですか。尖閣諸島は国有化しちゃうじゃないですか。はいはいはい、もうそれに対してのデモなんですけど、もともと尖閣諸島日本のやつなんですよね、うん、竹島の時も言いましたけど、うん、同じ感じで、もともとアメリカがあの沖縄取っちゃったじゃないですか、うん、取られたじゃないですか、アメリカに、うん、それと一緒に尖閣諸島も取られてたんです、うんうん、まあ、そもそもな、そもそもアメリカな、
の時から始めなあかんやろ、話的には。まあそうなってきますよね。まあしゃあないけど、先生で負けないから、はい、まあいいや、うん、はい、ね、取られて、まあまあ沖縄返還されたじゃないですか、うん、アメリカから、はい、ってことは尖閣諸島も返還されてるわけですよ、うん、まあそういうことは日本の領土ですよ、うんうんうん、でアメリカ返しますと言うたんや、はい、もう返還されたじゃないですか、うん、沖縄返還と、うん、ってことは尖閣諸島も一緒に返還されたってことは、うん、そこも日本の領土なんですよ、やっぱり、うんうん、普通じゃないですか。普通ですね、まあ普通です、ね、お DGK がね、過去に中国は尖閣諸島は日本のものって認めたらしいですね。そうなの、いや知らない、知らないです、はい、でその、うん、国連のね、海洋調査の船がね、うんうんうん、あの辺にイラクに匹敵するぐらい石油が埋まっとると発表したんですよ。お、はいはい、でもそれから台湾が、いやいや、そこうちのものですよ言い出して、うん、はぁってなるでしょ、うん、中国もいや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 、うちうち言うて、どっちも中国なんですけどどっちも中国、どっちも怒られますね、台湾も一応中国ですから、ね、そのやっぱもう石油、お石油出るんかと、うん、金のようにするやないかと、俺はでかいぞと、うん、イラクに匹敵するって相当やぞと、うんうん、でもう、あきるともう侵略しようとしてるだけじゃないですか、うん、まあそう見えてしまいますからね、こっちから見てると、うん、でいやいや、ちゃいますって言ったらデモが起こるわけですよ、うん、どういうことやとまあな、確かにな、あの、前金さんが今日は六本木で愚痴飛ばし大会ですね、うまいこと言わんでね、カルミがちゃぶ台星一徹のモノマネ大会、違うって、DTK さん、カルミさん、デモを起こしているのは中国国内で勝手にやってるだけやん、日本も全く関係ないはずだけど、うん、DTK さん、都合のいいことだけ賛成する中国、うんうん、まあ、いろんな見方があるからね、まあ、決してあの、まあ、この僕らはこう偏った意見でも何でもなくてね、一意見としてね、個人的な意見として、いろいろ今日は意見させてもらいますけども、まあね。子供がダナコ出てるのと同じにしか見えないもう僕にはお祭りにしか見えないです。あ、お祭り、中国の若者が集まって騒げるっていう、うんうん、暴れられるっていう、うんうん、もうそういう大義名分があるみたいな、はい、目しか見えない、そうだからね、中国の今暴動起こってるじゃないですか、で今日もニュースでやってましたけどね、ホンダの工場の車が全部燃やされたやとか、ね、トヨタの車全部燃やされたやとかね、あとジャスコ、ね、総額20何億円の被害らしいですよすごいっすよ、ね、そんなもんな、たまったもんじゃないやんか、そうっすよ、ね、だってさ、もっと考えてみてよ、日本の企業がよ、じゃこれ中国人の人ね、申し訳ないですけどね、日本の企業がね、中国に行って、はい、ね、中国で雇用を生み出してるわけですよ、はい、雇用って、これね、経済活動にとってね、一番大事なのは雇用ですよ、雇用を生み出すことが経済にとって一番いいことなんやから、うん、潤っていくんやから、そうですよ、ね、だって一番ね、だそのお金を生み出せる人がおって、その人らがお金を使い、そうやって経済は回っていくんやから、うん、それをやったわけですよ、それをね、なんやこういうことがあったからなあもうめちゃくちゃですよ、びっくりしましたもんね、びっくりしました、びっくりした、そんなことせん、あの暴力はいかん、うん、まずね、に中国なんか問題あった時でも、じゃあ中国の日本の大使館をね、日本人が石投げたりやりましたかっていうことなんですよ、本当ですよ、そういうことですね、な、うん、ことやんか、でそういうこと日本人は絶対せえへんやん、それがいいことか悪いかは別としてもさ、はいはい、平和主義なわけやんか、でそれはね、あの中国人の人もね、やっぱりそこは暴力はやっぱダメですよ、その先生とか言ったように、もうなんかな、暴れたりだけ、そう見えてしまうじゃないですか、うん、もう多分もう途中からもう なんで自分が暴れてるかもよくわからん、はい、そうなっちゃうようになってきてんやと思うんだけど、ね、かっこよく見えないですね、ね、カルビさん、日本の会社を破壊すると困るのは中国人の雇用、そうそうなんですよね、カルビさん、本当に物事が動き出すのはエスカレートして日本人女性がレイプされたりした時だから、した時からだろうね、伊豆木さん、中国人は無駄な人生を過ごしてますね、でもしてる暇があるなら働け、うん、うん、ね、人数も多いからね、あの国はね、うん、何人だったっけ今、6億人ぐらいになったっけ、もっとか10億はね、10億人ぐらいあるのか、6分の1、7分の1ぐらいですね、すごいよね、すごいね、考えたらでもすごいですよ、世界中で何6、7、70億とかすごいよね、
世界中どこ行っても中華はあるもんね。絶対ありますね。絶対あります。街もあります。カキョウとか絶対いますもんね。カキョウ絶対あるもんな。チャイナタウン絶対ある。うん、あのすごいよ。ちょっと話すれたけど、ね。まあ、あかんよ。だからでもね、あれ。あの日本でも田舎って子供いっぱいいるじゃないですか。うん、中国って領土すごく広くて、うん、ほぼ田舎じゃないですか、うんうんうん。だからじゃないですか。あ最近はね、一人っ子政策とか、うんしてね、やってますけど、うん、昔そんなんなかったんですよ、うんうん、今からやっちゃうって、まあ、僕は青森なんですごいその気持ちは分かるんですけど僕もそれ、あの和歌山なんで、ね、はい、はい、僕もそうですよ、ね、すごい、ね、僕神戸なんで分かんない、そうそう、いや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 、お前丹波笹山、丹波笹山今落ちました前吉さん、13億人のうち1万人デモしてもね、デモしてんの1万人ぐらいなんや、そやけど1万人だけであんだけよう破壊活動するな、本当ですね、フリガーみたいなやつらね、だからもう若者だと思いますよ僕は、まあちょっと確かな情報はないですけど、うん、そうなんや、確かな情報ないからね、はい、ちゃんともこう、まあ批判はできないですけどね、何年遅れや、昔日本そんなことやってたじゃないですか、うん、学生、うん、ああやってたな、何年遅れとんねん、うん、カリさん、国民の安全が脅かされたら国として黙っていられなくなるはず、民主党はそこも怪しいけどね、うん、あはい、チャタさん、 H 野崎さん、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、今日も男祭りです、はい、ね、ニュースでも中国や韓国関係をしていたら腹立つからチャンネル変えてる、うんうん、まあそこは別に腹立たんでいいけどね、しっかり見た方がいいよ、まあ、報道も何が真実かよく分からんときあるけどね、まあ、そうですね、中国はありますね、政治があるじゃないですか、ね、もう一党独裁みたいな感じですね、中国はね、うん、だからダメなんですか、それはあかんよね、まあ、あかん、まあダメって何をもってダメなんかはな向こうにとったらそれが良くない、間違ってることは法案が通っちゃうじゃないですか、まあな、確かにな、そういうとこもかといってさ、今日本もさ、まあ今政党がいくつもあってさ、はい、もう自民党と民主党でやれや、いろいろやってるけどさ、一緒じゃないですか民主党の幹部の人、大体自民党、元自民党の人じゃないですか。行ったり来たりしよう。行ったり来たりしようって。それが腹立つね。なあ、この間もあれみたいな。あれ何も違わへんやないか。まあ、まあ、じゃないですか。詳しくないですけど、いやいや、民主党が自民党とは違うってなんか大体的に言ってる方結構いますけど、いや、元自民党じゃないですか。まあこのね、それはなんか似た感じ、あんまりその違いがあんまり分かんないです。何？自民党と民主党の違いが。ああ、そうね、確かにね。うん、特に最近分からへんなってる。はい、うん。どっちが多いだろう。もうなんかね。なんかもう政権取るのもね、なんかお金の匂いもいっぱいするしさ、はい、ね、言ってることコロコロ変わるしさ、その辺はちゃんとやってほしいね。お金なんですよ。ね。なくしてしまえばいいんですよ、お金なんて。お、大きく出ましたね。いや、僕の理想はそれですよ。でも俺もそれは思うわ。お金ない方が人っていう、 こう大きな括りにとって、うんうん、金は必要ないです、ね、まあまあ、でももうここまで発展して、まあ、世界とかの基準もかなり上がってるわけじゃないですか。もうテレビないともう多分生活できない人もいるでしょうし、まあ、そういうのを考えたらもうなくてはならないものなんですけど、まあ言ったら別にいいじゃないですか、もう火を起こして原始人みたいな暮らしが多分一番幸せだとは思いますよね、うん、理想論ですけど、そんなもの、うん、間違い、物々交換が一番いいよね、そうですよね、だそれがまあスキルなのかもしれないですし、うんうんうん、そうね、うん、まあ、物だけじゃなくて、ね、まあ、野菜なのかもしれないし、うんうん、まあ、それは分からないですけど、まあそういう、まあまあそう、まあ、それもそういうことです、それもそういうことです、あり、ね、いやもう飯ないと、うん、死んでまうと、一回らっしゃくくれと、まあ交換でしょ、交換ですね、ブツブツ交換でしょ、はい、何言ってるの、交換ではないって、まだ早いやない、AA ロンバロさん、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ネチャットさんがね、はい、カルビさん、笑い話にしていられるうちが花だよ、これがエスカレートした状況が戦争だから、本当です、うん、そうですね、うん、戦争はやっちゃいかん、しちゃいかん、あかんかんあかんかんかんって言ってこいと答え、おー俺ぜひさ、20億払わんでも所有者死んだから、死んだら相続で自動的に国のものなんだけどね、うん、
刻も早く国の方にしたかったですよね。DTK さん、そういえばよっちゃんのブログプロフィールに実はお尻が綺麗って書いたけど、ほんまですか？出してみましょう。うん、ほんまです。いやいや、出してどうすんねん。まあここでも汚いおっさんのケツ、汚いわ。綺麗な、綺麗。綺麗なケツ出してもおしゃあないやん。こんな尻尾ついてますけどね。プルンってね、無駄やないか、それ。自分が生きてるうちに欲しいじいさんが騒いだからね。うん、ゼキさんね。ねえ、いや、本当にこれはもうちょっと、ねえ、犯人しても。こう、まあでも本当そうですよね。これがエスカレートしたら戦争ですよね。ね、戦争はいかんよ。戦争して喜ぶのはアメリカだけやから。兵器売れるから。そうそうそう。戦争は儲かるって言いますもんね。そうそうそう、もうほんま、あれで経済ガンガン売ると、アメリカ困ったら戦争しよるから。うん、経済悪くなると、イラク行って前、イラク行って前とか、偏った意見ですよ。ね、別にそう思ってる人多いでしょ。まあね、でもすごい難しいんですよ。まあこんなにこうガンガン反日だって言われて、でも起きてるわけじゃないですか。うん、じゃあもういっそも別に僕らには尖閣諸島なんていらないじゃないですか。別になんか分かんないじゃないですか。よく。分からない島じゃないですか、誰も住んでないし。だもういいよいいよってやってしまいたい気持ちもあるんですけど、いやいや、でもそれを、いやいやいや、それを許したら、だからそれを許したら、まあやっぱ日本がなんか負けた感がする。それを許したら、じゃあ、ほんとじゃあ、じゃあ、四国も、四国も。言い出すで、中国人、四国もちょうだい。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 お前、トヨタめっちゃ燃やされるぞ。だから本当にそうなっちゃうから、まあ、こう譲れない戦いがそこにはあるから、こういう状態になった。引用しちゃいましたけど。引用しちゃいましたけど。いや、それはあかんよ。難しいですよね。いや、だから資源が出る云々かのは置いといて、もともと、まあ、日本のもんなんやからそれは主張すべきよね。で外交が、ね、悪くないですか、ね、お前はもしかして僕は思っちゃいますけどね。あ、外交の人はね、はい、まあね、なんか中国の大使の人もなんか病気になって倒れた言うたりとかね。いや、だってあの竹島もメタンガスが出るって言ってるじゃないですか、うん、で尖閣諸島もあのなんか石油が埋まってると、うん、ものすごい資源あるやんと思いますよ。原発がどうのとかの前に、いや、そういうとこ開発したらよろしいやん。確かにね、うんうん、そうなんですよ。それもせずに、いや原発がどうのとか、うん、何も言ってんねんと。まず一個ここずつだけど。そう、だから多分政治家の人も、いやそれを開発しようっつって失敗した時にもう自分政治家から省かれるから怖くてできないじゃないですか、うん、と思うんですよね。どれかやるよ。まあね、それはちょっと言えてるよね。せっかく資源があんねんからね。原発って騒がさないとね、うん、カルビ、翔太、それを許したら日本は全世界から搾取されるよ。世界は甘くない、まあ、怒ってあるで、カルビさんが。いや、わかりますよ。もちろんそれ分かってるから言ってることなんですけど、個人的にはもうそれがもう僕一人だけの問題で、なんかその物があってもあ欲しい欲しいって言われて、あ、めんどくさいやるよって言っちゃいますもん。何を騒いでんのそんなにっていう感覚になっちゃうんですよね。かっこ悪いって思っちゃうんですよね。まあでもそれを許したらダメなのは分かってますね。それはダメ、分かってますね。だからアメリカの州になるしかないですね。また言った。いや、またや、アメリカの州、州はダメですって。国潰れるってことですよ。一緒じゃないですか。中国に取られるかアメリカに取られるかの違いじゃないですか。もうどうせならアメリカの方が。でも、あ、まあ、どうせならアメリカの方がいいですね。中国人って言われるのなんか嫌じゃない。いや、別に嫌じゃない。それは勝手に言ってる。それ違うわ。違います。それはお前中国の人怒ってきはるよ。それはあかんね。それは違います。いやよ、そんなしょうもないことでデモするような人生されたのは。そんなもんしょうもないことでデモして、日本人もしょうもないことでデモしてるやん。アメリカ人だってもうどれ世代とかできるやつ。どうせや認めろ。しょうもないわ。それやったら金なくなって戦争する方がいい。戦争はあかんって。俺ほんまこの間広島行った時にあのこれで話したやん、あの原爆ドーム行ってきたんですよ。で後遺症でこういう子が生まれるんですよ。こらこらこいつほんま、なんだお前、暴走しすぎやろ。ひどいぞ。いやあかんね。あれ見た、行ったことある。もう中学校の修学旅行、広島長崎、うん、マジで原爆ドーム行った。両方あれを見て戦争 OK というか、ボロボロやな、う
わぁ、うわぁ、うわぁ、恐ろしい翔太なんか言うよ、よう、ほら残してんな、広島県民全員的に回しますよ、最低やな。だって中学生ですもん、その時。いや、なぁこれ、なんやこれ、なんやこれって。今大人やん、今大人やん、ぐらいの感じでしか思わなかったです、その時。じゃあ今もう一回、今もう一回行った方がいい。ちょっと変わるかもしれない。今もう一回行った方がいい。いや、広島マツダスタジアム行きたいです。もう野球の話ならもう全吉、そのうち青い空は中学のものと言い出すはず。AV 上手やないか。青い空持っていけ別に中国に。DTK さん、どっちにしろ尖閣と竹島は日本領土ですって終わればいいけどね。ね、だからもうね、もうこの間からもその長友も言ったんやけど、長友も言ってたけど、あれですよ、もうアメリカかなんか、まあ、あれかアメリカじゃなくてもいいけど、国連のね、裁判しっかりかけてもらってさ、うん、もう第三者入れてさ、やったやんの。まだ竹島のやつ、うん、いや、うちやりませんって韓国言ってるでしょ。あ、そうなんや。白黒はっきりさせましょうよ。うん、なあ、もう。もう中国潰そう。おい潰そうね。中国と北朝鮮もう潰そう。本当はあいつひどいな。編集できないですかね。生放送で。生放送ですからね。もう北朝鮮韓国にあげよう領土。いや、北朝鮮の領土に関してはあそこはもう合併すべきよね。南北はね、一緒になるべきです。でも僕まあ、旅してる時にバックパックで旅してる時に、まあ、あのいろんな国の人とお話しするじゃないですか、うん、一回韓国のもう同い年ですかねぐらいの男の子と戦争についてみたいな話をちょっとしたことがあって、うん、はいはいはい、でまあドイツですよね、うんうん、西と東壁が壊れて一緒になったじゃないですか、うんうんうん、まあ、そういう背景がありの、うん、じゃあ韓国のそういう問題ってどう思うって聞いたことがあるんですよ、うんうんうん、その人、まあ、個人の意見かもしれないですけど絶対にないって言ってました。あの一緒になることは。だから、ああそうなんだ。だからもう北朝鮮排除して韓国人が全部入ったり。いや、もともとだって同じ民族やん。そうですよ。死刑死刑全員死刑。あの人は同じ。カルさん、戦後70年近く経つと経験者がいなくなるから戦争の惨さも忘れるのは仕方ないかな、うん、まあね、だからもう一回やろう。あかんっつってダメだって。 DTK さん、名古屋野球ファンはどこファンですか。野球ファンです。阪神ファンやなんか、うん、最近阪神結構全く知らないですよ。そんなに言われてもそんな半切れで言われても知りませんやん。セリーグの順位知らないですもん。1位から1位は巨人知ってますけど、巨人中日は知ってますけど、あと横浜阪神は分かりますけど、広島とヤクルトは分かんない。ただパリーグは全部知ってますけど、知らん。知らん。面白い面白いパリーグ、ごったごたやからね。パリーグ面白いパリーグ、いやもうあの下と上の差があんまないんで、どこがこう来るか分からない。激戦な。激戦な。もうセリーグもこれです。はっきり差ついちゃってますからね。ね。ああ、その財力でどうですか。球団の。もう鍋爺がね、もう。まあいろいろあるみたいな、はい。野球界、野球界にもね。いろいろ知らない。そういうことです。はい、そういうことです。ね。カルビさん、そろそろエロトーク行こうかってことでね、お楽しみのエロトーク行きますか。もう30分経ったんですね。もう30分ですね。30分ですか。早いよ。早いっすね。もうこれはもうちょっと尽きないです ね、 ね、 そうね。でも本当そのあのカルビさん言ったように戦後70年経ってるわけじゃないですか、はいはい、僕ら経験してないじゃないですか。まあ多分今中国で反日のデモをしてる人たちも経験してないと思うんですよね、うんうんうん、それが何をこういろいろ騒いでるんだって思っちゃうんですけど、ね、だからもう一回しようって。あかんっつって。ダメだよ。あかんっつって。アメリカの一つの州になって。あかんっつって。何を言うてんの。先生やったら日本負けんねんから。負けちゃうと思う、ね。だからアメリカの州の一個になってから中国潰そうって。アメリカの州の一つになったとしても島国だけで行くと絶対守ってもらわれへんよ。アメリカに日本はどこまで行っても。アメリカに移住すればいい。アメリカ人だと。そうや、アメリカ住んだいよ。なあ、アメリカ行けばそんだけアメリカがいい。アメリカ住んだいじゃん。そんなこと言いながらアメリカには住みたくないです。何やねん。あの、もう田舎がいいです、田舎が。
アイダホとか行けばいいじゃないですか。進んでない国芋作っとけ。え、進んでない国がいいです。あの東南アジアのあったかい行けよのほほんとしたところにこっちの方がガルビさん、常に自分の家族と財産が危機にさらされる緊張感は半端ないはず。ほんまやな、ほんまやで。家族も財産もない人はどうしたらいいんですかね。もう翔太、はい、この人なんとか言いなさい。もう無理です。ダメですよこの人も30ですよ。もうアメリカ人ですか、ね、アメリカ人、あ、フリーです。フリー、フリーです。フリーだね。でも富裕層は反日デモに参加してないらしいですね。あ、そうなんや、はい、中国の、はい、分かってるんですよ、だから、うん、分かってる。それなりの教育受けてる人は、うん、いやいやいや、まあまあまあ、暴れてるやつはもう中卒みたいなやつばっかりですよ。そんなことない。こういう、まあまあこれとかそういう感じですよね。あんた高卒じゃないですか。僕高卒ですよ。まあ4年かかりましたけどね。中学校半分ぐらいしか行ってないですけどね。まあ、足して中卒ぐらいですか。やっとこそ、やっとこそ、頑張りゼロ。高校中退ぐらい。高校中退じゃないですね。ちゃんとしようと。ちゃんとしましょう。ちゃんとしましょう。ちゃんとしようなよ。もう自由、自由すぎない。もう大人ですから。もう大人や。はい、ほんまに体はね。え、だからあいつ何やねん、ほんま。どんどん出てきますよ、今日が。カルビさん、夜寝てる時に敵兵がガラス破って家に侵入してくるかもしれん。それはもう枕の下に茶化置いとこう。日本ダメですから、ね、だから日本も戦争もっちゃダメじゃないですか。そう、だからアメリカの一つの州になったら大丈夫。アメリカ行くなよ、もうアメリカ行ってこいやもう。ハワイとか行ったら楽やろ。なハワイとか行ったんや。全然興味がない。行ったことない。お前行ったこと、こいつそういうとこあるやろ、偏ったとこあるやん。行ったことないのにさ、ハワイ素晴らしいわやな。ほんで、まあ、バリ島行ってん。バリ島行った時もな、バリ島行く前とか、なんだか俺ね、全然海外と興味ないんですよとか言って、はい、バリ島の人生めっちゃ楽しかった。何やねんそれ。いや、この田舎館最高。だから、お前だから、だから視野が狭いね、視野が。タイとかマレーシアとかその辺でもいいんです。でも一回ハワイ行ってみて。行ったことある？もう帰りたくなくなります。入国できないです。もうまあちょっと言う、あんま掘り下げない、はい、やめましょう。なぜ入国できないのか、ひどい、もうこの人、この人ひどい。今日ひどい、ひどい、ほんまひどい。見直して、放送見直して、アーカイブで。いや、多分もう僕自身がずれてるんで、見たらすげえ面白いと思うんですけど。あ、まあ見てる人は面白いかもしれない。カルビさん、直屋欧米好きかよ。全然欧米大好きやん。全部アップルしたやん、せいやんか持ってる、うん、もう本当っすよね。マックマック言うてるやん。ウィンドウズもありますけど。もうあかんわ、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 マジマジマジ話になれなんかあれ以外に言ってる、これ以外に言ってる。 Windows の方、Windows もアメリカやけどね。いや、だから東芝製のパソコンですから。アメリカ東芝製のパソコンですけど、東芝ダイナブックですよ、ダイナブック。ねえ、残り25分で次行きましょうか、はい、ねえ、本当に。まあそういうわけでね、今週はそういうことがありましたよ。ね、なんかエロトークに期待してるんでしょ、みんな。エロトークしろって言われても難しいです、ね。難しい、まあ、難しいですね。こういきなりボンエロトークしろって言われても、難しい。あれってもう自然に出てくるもんじゃない。そうそうそう。エロトーク自然に盛り上がる、盛り上がっていく感じじゃないですか。うん、エロね。はい。まず、あ、女の何フェチですか。じゃあ皆さん。あ、いいですね。フェチからいきますか。フェチからいきますか。うん、やえば好きですね。やえば、やえば、やえばフェチだよ。すごい狭いところ。やえばめっちゃ好きです僕。やえばの女性が好き。やえばの子好き。出てる子が、うん。だから歯並びいい子あんまり可愛いと思わ。やえばって悪いじゃないですか。歯並び。まあ、まあ、でも可愛い、あの綺麗な
ヤエバは可愛いですよね。もうちょいエロ寄りのフェチないの？エロ寄りのフェチ。エロ寄りのフェチ。エロ寄り。じゃあ単位単位単位。そこまで掘り下がるの？一気に。すげえ掘り下がる。どこへ行くから行くな。単位何単位が好きか。なんで俺だけフェチ言わされた？お前や。お前は。お前。綺麗なとこではないですけど、なんで俺機嫌が悪くなるよ。大変大変なりやすぎとか、なんで俺一人で行かれてるずーっと尋問されてる。考えすぎ、考えすぎ、追い下げる、追い下げる、性癖を追い下げる。さっきまであんなグワー言うてた名前が、実は大変なり好きだ。実は大変好き。実は大変。何が好きだ。大好きや。まあまあ人によらないですか。48からありますからね。嘘、俺相手による。俺相手あんま関係ない。マジですか。関係ないです。絶対に。これだったらこれがいいっていうのが。いやいや、絶対取り入れる体位は一つあります。絶対これだから。正常位置いといて。あ、もう正常位。正常位。正常位。あれはもうノーマルスタイルですか。正常位しかしたことない。大丈夫。いやいやいや。ミスしたことない。そんなことない。ミスはノーマルじゃないですか。正常位しかな。正常位。そんなことないっすよ。そうな、他にもあんの？僕は騎乗位好きですよ。お前めんどくさいだけやないか、動くの。騎乗位好きだよ。楽が一番いい。DTK さん、僕はお尻でかい人あんまり好きちゃうな。僕もダメですね。俺お尻結構大きい。もう、お尻、ケツ、ケツですね。お前手びちゃびちゃ。手びちゃびちゃやないか。何興奮したり興奮したり。いや、これジュース持ったから。あ、そうやね。もう正確に言うとお茶やし。あ、お茶やし。ジュース。ゼキさん、本当は可愛い新メンバーが欲しいんでしょ。誰に不満なんですか。いや、誰も可愛い子おれへん。いや、可愛いやん。可愛いと思う。可愛いやん。誰がですか。誰や。いや、みんな愛嬌、愛嬌がある。それぞれ可愛いとこあるやん。いや、それはもう、それはさ、正直言ったらもうちょいおっぱいあってほしいなとかさ、まあ全員貧乳ですからね、出てる、うん、それは思うよ。それはあります、ね、僕はいいですけど、もう貧乳好きだから。貧乳ケツもでかいのあんま好きじゃない。今まで歴代の MC で、はい、誰が一番好き。このことをしてみたい。もうやりたい。やりたい。やりたい。このやりたい。このことしてみたい。これ言っても大丈夫なんですか。いやいや、大丈夫だよ、大丈夫だよ。俺らの意見やからね。まあさっきの僕の発言よりよっぽどマシですか。え、全然マシ。そうしろよ。うん、全然マシ。誰やろ。うん、誰。誰。誰。誰やろ。ジモン。誰誰誰。そういえばさっきから何で俺が。気づかれる。あれ。あれ。普通に考える。あれ。どっちどっち。俺もわかんないっすか。そう、チャットが一気に増えた。一気に増えた。ケリパイカさん、いらっしゃいませ。いらっしゃい。フェド・ゾルキさん、いらっしゃいませ。いらっしゃい。ね、今、歴代のね、アシスタント MC、誰とやりたいっていう話をね、名前が。誰とやりたい。ズバッと言って。やるだけ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 森本さやかでしょ。うわぁ、そうなんや。え、何でもやってくれそうじゃないですか。イメージですよ。あんだけ牛乳こぼしたりとかミルクゲーをやりながら何でもやってくれます。まあ確かにね、もうあれやれこれやれ。あ、じゃあさ、ちょっと待って、相沢、相沢ってことあるよ。はい。田中優歩。あ、僕ないですね。おって、一個初代や。ほんで田中優歩が初代。ほんで相沢、森本、あちこ、はいはい、みつき、うゆや、6人や。そうですね。で、じゃあやりたい子、付き合いたい。フィーブロネンさん。じゃあ誰？いや、僕だってもう3人ぐらいしか分かんないわけじゃないですか。でも一応会ったことあるよ、アイザーも会ったことあるし。あ、森本がないんか。ないっすね。じゃあ、ウユちゃん、ミツキ、アイザー、アチコやろ、会ったことある。はい。4人だ、誰としたい？やるだけっすよね。うん。だから、やるだけ俺聞いて。アチコ。お前ガチ、お前ガチのガチガチガチのガチ、お前ガチやんけ、お前な、お前
いや俺のちょっと待ってください、誰行ってもこうなるんですよ。だってあのもう現に今会うそういうやつでしょ。だから絶対に会うじゃないですか、ね、もうその、うん、会ったことある人間は。そうやな、ずるいですよ。もう多分ね、こう行ってもあんま支障ないじゃないですか。俺来週とかみたいな雰囲気になるじゃないですか。そんなもんないよ。飲み会とか。あちこはだってあれ翔太のこと好きじゃなかったっけ。あ、違うんですか。多分誰が翔太のこと好きだったっけ。俺のこと好きなやつだもん。しおりっすね。あ、しーちゃん。あ、しーちゃんを見てたっけ。しーちゃん、はい。いや、もうしーちゃんと、しーちゃんと、しーちゃんとあちこやったらどっちがいい。正直。正直。あちこ。ガチだ。まあまああちことやりたい。まあまあや。選ぶなら。鼻の下が選ぶなら。選ぶならですよ。もうメガネ曇りましたから。天地共最高。翔太すげえ正直者や。メガネが汗で曇るっていう。翔太正直者ってどういうことや。俺嘘ついてるじゃん。お気に入った。お気に入った。お気に入ってますよね。じゃあ今の4人しーちゃん、あちこ、相沢もあ、翔太と同じ選択肢。翔太と同じ選択肢ですよ。え、誰だっけ。あちこ、しーちゃん、うゆ、みつき。まあ、その、もう、まあまあ、それぐらいだもん。みつき。おお、お前もガチやろ。お前もガチやろ。え、あちこって言ったらおもろかったっすか。俺は、あちこ。ほら、絶対そうじゃないっすか。なんか若すぎてダメなんですよ、僕ね。ダメ、アチコが。アチコとか、しおりとか、なんか、上でしょ、結構、ね。そうやな、上が好きやな。森本も結構似てるし、うん。一緒ぐらいですもんね、森本。そうやな、一緒ぐらいな。なんか、アチコとか見ても子供にしか見えないですよ。ああ、まあな、確かに。それはな。自分の子供を見てるような目でしか見れないです。そんなにですか。それに似た目。だから、あの中で言うと、やっぱり一番エロそうなのは、美月やもんね。エロそう、まあちょっと腹黒そうですけどね。違う。なんて腹黒そうですよね。腹黒いのがエロいんじゃないの。腹黒い子ってエロくない。腹黒イコールエロですか。エロいのも計算ってことですか。エロさも、エロさも、エロさ作る子おるけどな。例えば演技する子おるやん。だから俺それが信じられないんですよ。女の人が結構演技するらしいじゃないですか。らしいな。らしいっすよね、うん。なんかこういう仕事してるさ、女の子の本音とか聞けたりするやん。え、あんな声出るわけないじゃん。とかって言う方がいるし。マジ？今までの頑張りどこ行ったみたいな。あれみんな演技だよ。嘘。たまに、お前ちょっとビデオ見すぎやってやつ言いますもんね。まあまあ今、確かに。ボリュームあるで。俺そんなあんまり当たったことないな。マジっすか。います。結構僕高校生の時、まあ、家がたまり場で、うん、鍵、田舎なんで鍵とかもかけないじゃないですか、あんまり、うん、で勝手に友達とかショーターって入ってくるような家だったんですよ、母子家庭だし、うん、で普通にこう高校生ぐらいですかね、女の子バーやってたらもうすごい声でかい子でやべえなと思ってたら、その友達がたまたまもう2階だったんですけど、うん、もう外まで聞こえてるよって電話かかってくる。マジです。めっちゃでかい。めっちゃでかいです。確かにもうわー吠えてた。すげえな。全吉、来週全員丸坊主ですね。カルビ、前のアーカイブでさ、アチコの処女なのって聞いたら困ってるシーンあったよな。あ、処女じゃないんかな。やってるわ。もう何歳と思ってんすか。お前カルビ、オープニングだけ残してアーカイブ消去した方がいいぜ。ゾルキさん、一番左は岡林美穂が好きそうだな。一番左、直哉。
若林美穂って誰？わ、うん、かんないです。わかんない。若林美穂って誰？教えて、ゾロキさん。カルビさん、翔太羨ましい子。翔太羨ましい子。タクヤ誰？遊んでましたか。ああ、タクヤ誰？これ貧乳好きじゃないですもんね。ああ、ってことはもう限られてきますやんか。巨乳好き。巨乳好きやん。はい。巨乳いましたっけ？一応まあ巨乳と言われる。僕はあの出てきたメンバーの中で言うと庄司優子ちゃん一番良かったです。もう両思いやない。両思いやん。いや、お相手してもらいたいです。お願いします。たまに週刊誌は乗っとるわ。乗ってるな。乗ってます、ね、そういうボロボロ出てはるもんね、あの子もね。どこがですか？父やないか。ゾロキさん、有名なストリッパーさんやって。全然わかんないですよ、若林さん。ストリップって見に行ったことある？ないっす。僕、海外であります。俺も海外である。オーストラリアですね。なんか連れが17ぐらいの時に温泉地のストリップ行って、あの兵庫県に城崎温泉、うん、温泉地が、うん、そこあの現場仕事やってる時に、そいつが17歳で、はい、でその現場の先輩にストリップ連れてってもらって、で入り口でお金払っておばちゃんにティッシュもらって、でま、あの席座って待ってたら、そのティッシュくれたおばちゃんが出てきたらしい。もうそんなの聞いたら絶対嫌じゃない。嫌っすね。絶対金払えたら権利権利してうーってやったら、そのあれ本気だな。絶対嫌っすね。絶対嫌だ。で K 持って帰れって K 渡された。K ですか？ヘアーとか。アンダーヘア。陰謀ですよ、陰謀。アンダーヘア。陰謀お持ち帰り。おみやや、おみや。おみや。金玉で。財布に入れて。蛇の皮か、蛇の皮か。そんな聞いたら、行かれへん。もうさ、低俗すぎるな。俺ら低俗すぎるな。ねえ、もう残り13分。もうちょっと行きます。はい、もうちょっと行きます。もうちょっと行きます。逆に皆さん聞きたいことないですか、はい、あのこの男4人にね、カメラを通して喋って、こういうことを喋ってほしい。共通の話題でいくと、うん、絶対元 MC だったりとかの子が出てきますもんね。アシスタントそうやな、うん、が出てくるもんな。ゲストだったりとか、うん、でもまあ悪口言ってんだ、ね、悪口じゃない、悪口じゃないよ、ね、やりたい言ってるだけだから、やりたい、はい、いいことです。お願いしたいっていう、やらせろとは言ってない、言ってないよね。一回してみたいっていう話だからね。ウイちゃん出てこへんね、そういうところには。ウイちゃんはなんかその色がないじゃないですか。いやでも実はもしかしたらすごい。いやいやいや、ものすごい。ものすごい。可能性も。ハスキーボイスかもよ。なんかこうやっぱバンドとかやってるんでクールに見えますよね。ちょっと。ああそうやな。エロというよりは。うんうん、ちょっと秋葉系やし。ずっと僕本人に言ってるじゃないですか。いや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 、まあ僕は穴あればいいんですけどね。うわうわ出た。うわもあるやん、究極のことです。究極のことを言い出したらマジ。もうおっぱいちっちゃかろうがでかかろうがサブティンでもいい。もう穴あればサブティンでいいの。サブティンでいい。サブティンってなんですか。サブティン、サブティン、サブティンとしたいって言うよ。サブティンとしたい。アーカイブ見てくれ、アーカイブ。サブティンっていうのがゲストで出た回がありますからね。予習、はい、復習不足ですね。それはもうカルさん、前のアーカイブでウユタンが下ネタに絡んできた回あったよな。 あったっけ、うん、意外にあれ、意外にあれなんかな。 OK だってさ、そういうのめっちゃ興味出てきました。今日ウユちゃんに、ウユちゃんに、じゃあ来週ウユの下ネタを掘り下げてみる。掘り下げてみんなで。そこそこ言ってますね。え、そこそこ言ってますよね。年齢やろ、公開してるっけ。いや、はっきり何歳って分かんないですけど。俺もはっきり、まあでも、まあ、7年ぐらいやってるとか言ったもん、うん、見てんで、あの子真面目やから。ウユがこの回チェックしてる、多分。だから悪く言っちゃうと、ウユがどんだけエッチかって話をしてたけど、はいはい、男にとってはもう最大の褒め言葉。いや、ほんまですよ、ね、エロ、うん、エロっていう。女の勘違いしてる子多いよね。そうですよね、そういうところね。男からエロ取ったらもう何も残んないですからね。そんなことないよ。極端すぎる。え、でも常にか、俺道歩いてる時も考えてますよ、エロいことは。どういう、どういう、いやいや、もうすれ違う人とか、すれ違う人とかに、
だからもう よく 胸元押さえられますか。あのおっぱい揺れてるわ。めちゃめちゃ。びちょびちょ。いやこの前とかもあおっぱい揺れてんなと思いながらこうすれ違い際にバー見てたらもうピッてやられます。露骨や。見すぎや。見すぎだよ。だいぶ目線そっち行ってる。いやでもあんたね見てまうよな。そうっすよね。あとミニスカート履いてる子とかさ。最近ねあのショートパンツ。はい、あもうスカートと間違えそうになるやつ、いやもう出てんねん、出てる子女。この前ここ携帯触りながら駅の階段をね上がっててパッて見たら思いっきり出てて、もう白のショートパンツからもうヒョウ柄みたいなパンツ出てて、めっちゃ絶対わかるやん。パンチラ見たらすっげえ何なんですかね、ガッツポーズですね。あのなんそういうシチュエーションで階段の上に歩いてる人が見えたらちょっと顔見たくないですか。あるうん、顔見に行ったらまたちょっと可愛かったんですよ。わあ、はい、それ当たりやな。もし当たりです。あの男ってでも、ちっちゃくてさ、例えば電車に乗っててさ、はい、前にさ、じゃめっちゃ可愛い子、はい、ズボン、はい、デニム履いてます、はい、その隣にむっちゃブサイクけどミニスカート履いてます、はい、どっち見る。いやミニスカート、ミニスカートにしますね。まあもうあの頑張ってそのデニムのこうパン線見るっていう選択肢もあります。マニアックやな。あれ結構好きですけどね。え、わかる。俺もデニムのパン線。ラインいいよ。でまあ出てなかったらこいつティーバックだなと思いながら。ああ。今日来る時思いっきりブラジャー透けてる人いますから。ああ。汗かいて、ちょっと濡れてる。いやらしいな、いやらしいな。もうものすごい黄色のブラジャー。スケブラもいいですね。スケブラ。お前バンバン単語出てる。エロ単語。いや、透けたブラジャーは俺ブラジャーフェチなんですよ結構、うん。だからもう例えばやってる時にもうバーって通るよりやったら、俺ブラジャーしてちょっとずらしてるぐらいの。俺好きだった。何の経緯やねん。何やねん。何やねん。好きなんです。好きなんですか。好きなん。好きなん。もう肩紐外すぐらいでいいんですよもう。中途半端な感じ。この辺にブラジャーついてる。そうそうそう。間違いない。グッて。それやばい。俺でもあのブラジャーグッて外した時にここにワイヤーがとついてんのがめっちゃテンション落ちんねん。あれダメ。なあ、なえるわ俺。それもう大きい子に限りじゃないですか多分。ええ。そうなんじゃん。サイズを大きくない。あ、このアンダーのところの。締めすぎやな。締めってもう。あげって感じてるから。ケイちゃんが笑ってる。これは苦笑いやろな。多分。あるやな。カルビ翔太筋金入りのエロ自死だな。判決割れるまで見せてるギャルもいるよな。ケツ見えてるやついますね。ケツ割れますね。あれは汚いケツ見せてるやつおるやろ。あれはダメ。あの多分割れ目のこうあれですね。多分個人差あると思うんですよね。ちょっと上目までいるじゃないですか。おるおるおる。しゃがむと見えちゃう子とかいるじゃないですか。でもあの上目までおる子はお尻綺麗やろ。綺麗ですよね。やっぱキューって上がってるってことですから、うん、多分。慣れてない。何の。今日タクヤ全然喋ってない。いやほんまや。何にも喋ってない。なんや。サッチャー見とるからあんま喋られない。いやいやいや。そんなことはないっすよ。そうなん？見てんのやっぱり。たまにあのチェックしてるらしいんですけど、まあそれはまあ気にしてないですよ。あ、そう。はい。だから控えめなの？いやいや全然。全然エロに釣りか。エロに入ってこない。そうエロに。俺はもう完全解放してるのに。解放してる。もう解放してます。すごい解放してる。俺も解放してる。解放してる。僕は釣り。尋問受けてるぞ。一人。尋問おもろかったな。あのギャップ。尋問ギャップが良かったね。ああガンガン言ってる。ガンガン言ってる。やえば戦争したいです。戦争したいね言う。やえば好き。やえば。どんな体が好き。やえばいいじゃないですか。やえばショートカットだいぶ好きです、ね。ショートカット好きです、ね。じゃあもうしーちゃんだってやえばでショートカットじゃん、うん、あの子。若すぎる、ね。違う、うん、子供です。いくつぐらいがいいの？ね。30代おお、32ぐらいから7ぐらいまでが最高かな。ちょい上がいいんですよ。まあまあ上やっぱお前エムやな、そういうとこな。マザコンですな。別に年下でもいいんですけど、
なんかね、え、お前だってめっちゃ若かったやん、はい、だって若さ感じなかったでしょ、あんまり。ああ、確かにな、それはちょっとおかんくささ、おかんくさ、おかんくさ、おかんくさを感じる声って、前の彼女のおかんとおった時、いや、もう一回おかんと間違えそうなんだあ、そんぐらいおかん、おかん度が高かったんですか。おかんと一緒に旅行行ったもんな。え、おかんにムラムラせんかった。いや、それはないです。そう、あわよくば、あわや、なわや、熟女ハンターかよって言われてる。いや、ハントはしてないけど。俺はもうなんか、そう、年齢的にはまあ、そっか、でもまあ、俺も若いに越したことない。僕も若い、若いに越したことない、ね、うん、越したこと、まあ、だからもう、まあいいっす、どっちでもいいっす、俺だ、上は親より行かなければいいですし、下はもう別に、お前ほんま何でもええねんな。いや、好みはありますよ、もちろん。翔太の好み全く分からへん。もう、ああ、分からへん、ないんすよ。翔太の好み分からへん。俺好みないんですよ。ないっすよ、好みないんすよ。よくこう、好みはって聞かれるじゃないですか。だから芸能人例えばバラバラですし、うん、まあだからもう外人好きっすね、最近の。そうか、外人好きやねんな。そうそう、だからもうどうしても芸能人例えるとっていうなると、やっぱちょっとハーフとか、なんか外人顔の子に系統がいっちゃいます、ね、うん、全然普通ですね。もう若い方がいいの。僕も若い方がいいです。いくつぐらいが。僕22から自分の年ぐらい。ロリコン、12から自分の年ぐらいまで。12今 OK？ 12はダメですよ。犯罪になっちゃう。18から。今日やと変われへんねんか。名前を出すな。いやいや、名前を出すな。あ、そう、若い方がいいですね。若い方がいい。年上って何がいい？何にもそそられないんですよね。何がいい？調教していくのがいいんじゃないですか。できると思う。まあでも若さの良さってその子じゃない？なんか頑張るじゃないですか。何を、いやいや、年いったら、年いった方が頑張るの。めっちゃなんか、年いった人はもう当たり前でやるじゃないですか、それを。若い子ってこう、やったことないから頑張るじゃないですか。それはお前に問題があるんちゃうか。僕はただ楽がしたいです。いや、だからそれやったら余計に年上の方が楽やん。そうっすよね、うん、なんかでも感じないですよね、魅力を。そうそう、全然何でもやってくれるよ、年上。足の指まで舐めてくれる。そういうこと。俺なんか、ね、そういうことで、なんでもやってくれる。掃除洗濯とか、もう何、ご飯とか。そっちっすか。何にも勝手にやってくれる。ずっとエロ、頭が今エロの、エロの、エロしかエロみで撮ってましたね。何でもしてくれる。両方にと、いや、俺もこっちよりですよね。いや、それもありますけど。翔太、女の子から見たら最悪の男だよ。それはもう、酒と女2号まで言うわけ。いや、もう願望ですよ。もう心の中にあるのを今、解き放ってるだけなんで。なるほどね。なるほど。いいじゃないですか。はい。いいと思います。ぶっちゃけ話ですね。ぶっちゃけ話ね。めっちゃカッコつけますけどね、女の子といたら。それは前ではね。前では。ね。カッコつけてますもんね。カッコつけますよ。たまにカッコつけてる女を見る瞬間があって、腹立つ。あ、めっちゃカッコつけてる、あいつ。リクドフォートしとんねん。まあねえ、というわけで1時間早かったですね。もう男4人の1時間なんですか、前半のあの話から後半の後半のこのエロの40分前後めっちゃ盛り上がった。あかん、楽しいんですね。ゲスも、まあね、ゲス話、ゲス話いっぱいしましたけどね。来週はね、またね、女性陣が帰ってきますんでね。女性陣を入れてのエロトークで。ね、そうです。女性陣入れてのエロトークしましょう。それいいっすね。あ、たけし308さん、いらっしゃいませ。いらっしゃい。終わりですよ。ね、来週はね、女の子を迎えてやりたいと思いますけどね。はい。はい、というわけで、タイ何好きとか。タイ、もう二度とうちの番組出てくれへんの。絶対出てくれないっすね、もう。ね、というわけで、今週もこんな感じでお送りしましたけどもね。はい。来週はね、はい、ミルク大会、ミルク大会じゃないよ。わかんない、わかんない、あるかもしれないしね。ええ、やりましょう。ね、というわけでね、ミルク芸できる子が今いないじゃないですか。そうやね。そうなんですね。
まあ、できる伝統芸能、あれ伝統芸能ですからね、うん、まあというわけでね、来週はね女性陣も、またね来ます。で来るよ、多分来る、多分来る。あちことウユのねバースデーも兼ねてね、はい、あのパーティーやりたいと思いますね。来週は脱がすぞってことね。はい、脱がす脱がす脱いでくれ。はい、というわけでね、1時間お付き合いどうもありがとうございました、ね、ちょっと皆さんね、また来週も遊びに来てください、はい、というわけで、Z の本日も行く中、また来週、また来週、また来週。